毎度おなじみルテナチャンネル旅のミックス斉谷です。さてここはですね阪神線です。私鉄王国関西というぐらいですね、私鉄がですねとにかく勢力が強い関西で、本日はですね阪神電車ですね、神戸君大阪神戸間ですね、山手から阪急で JR 阪神電鉄と3路線走っておりますが、同じ路線を並行して3路線で海岸線を走るのが阪神路線ということでございまして、この阪神路線三宮、神戸三宮までのですね路線を一部ご紹介いただく形でよろしくお願いいたします。これは普通列車です。阪神電鉄の特徴は駅間区間がとにかく数百メートルで短いんですね。で普通列車に要求されるのは高加減速ということで、その高加減速さゆえにジェットカーと言われるですねそういう性能を持っています。今回これは5700系、これにはいませんが類稀なですね高加減速を持った車両になります。確かに速い加速力、阪神電車の普通列車用車両は日本一高加減速が強いんじゃないかな。この5700型は実際時速4キロ毎秒の加速、4.5キロ毎秒の減速です。向かいは特急です。ここ魚崎駅は六甲ライナーとの接続駅、かつては普通列車しか止まらない駅でしたが、利便性向上を図り全列車が停車する駅に昇格しています。普通列車が発車して束の間、快速急行という種別が到着。あれ、なんでまた近鉄の車両がここにいるの？どういうこと？本当に関西の私鉄はカオスすぎですね。この種別は難波線という路線から来ているもので、長年の悲願だった近鉄と阪神が相互乗り入れを果たしたことによるものです。2009年に開業していますが、工事自体は1964年から始まって西九条まで開通していたのが長期にわたり中断していましたが、やっとの誤差で開業しました。ここから奈良まで電車1本で行けるのでかなり便利です。ついでに言えば名古屋まで乗り継いで行ける日本の私鉄一長い時間乗り通しができる路線です。すごいすごい。快速急行のすごいところは特急停車駅の三陰駅を通過します。バス、商業施設、学校が集まっている神戸市東灘区、交通の要衝ですが、快速急行は特殊な走りをします。三陰駅は結構急なカーブの上に駅がある特殊な構造です。開業は1929年、この辺りの高架は歴史ある構造物。そしてこの三陰駅、六甲山観光、バスの起点になっている駅です。この六甲山観光、阪神電鉄が積極的に開発を行っていて、ケーブルカーの運営も阪神電鉄が行っています。急なカーブを抜けて再加速、早速石屋川駅が見えてきました。車窓には石屋川車庫、高架の上にある珍しい構造、高架の上に車庫を作ったのは日本初とのことです。すごいすごい。新在駅を通過、ここは阪神本線でも結構長い直線区間、隣の駅がもう見えています。大石駅、ここは特急を通過できる待避設備がある駅です。このためかつては山陽電車の車両がここまで乗り入れていました。現在は三宮までですが、列車交換設備はここまでないので時折改装されて折り返し待機をしていることを見ることができます。対向列車は山陽姫路から来た直通特急ですね、大阪梅田駅まで向かいます。そしてもう西灘駅です。駅間区間が本当に短い、近くに日本酒の大手沢の鶴があり、灘5号の橋、西号の場所でもあります。阪神電鉄は灘の酒蔵へのアクセスがとても便利な路線、灘の酒蔵見学ツアーをするにはとても使い勝手のいい鉄道線です。倉庫を開設していたら岩屋駅、ここから地下区間に突入します。ここは戦前に建設された年季の入った代物、1933年、昭和8年開業なので実に90年の歴史ある地下鉄道です。東京メトロ銀座線の浅草上野間が1927年昭和2年開業なので、東京の地下鉄道の黎明期に作られた大変貴重な構造物です。おお。途中春日野道駅を通過します。
今は左側にホームがありますが、かつては右手にあるスペースがホームでした。もうかれこれ20年ほど前に使われなくなっていますが、日本一危険な駅としてテレビによく取り上げられてました。今は阪急の中津駅がそれに当たりますかね。なかなかに味のある地下路線、真ん中のたくさん立っている支柱が地下施設を作る技術が低かった頃の名残を感じさせます。おお。列車は終点神戸三宮駅に到着。快速急行は真ん中の線路に入ります。2013年に大規模改良工事が完成しました。かつて左側の線路が終着点でしたが、上下線をまたぐ運用を改善するために元町より西へ伸びていた中線を終着点に改良しています。外壁もきれいになり、くすんだ感じの駅構内は明るくなっています。そして天井のアーチは当時のまま、レトロな趣を生かしつつ新しい駅に生まれ変わりました。天井の低さが建設当時の名残を感じさせます。今回は阪神電鉄のちょい紹介、またいつか乗り通し動画を作りますのでお楽しみに。今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。